もう俺、俺が一番笑ったのは、いや、もうお疲れ様でした。すっごいなんかもう今超、なんかツイートとかで上がってますよってなって、<laughs> あ、そうなんだ、つって、そのツイッターってやつをこう開けて見てみたら、あの自分が馬上でこうセンス持ってガーンみたいなこうやってる写真とか、<laughs> あ,あ、もう上がってるとか思ったら、その後に映ってた、あの、 ただいえが、思いっきり指ハートを作って、<laughs> イェイってやってるのが見えて、<laughs> お何してんだお前とかいう話をや、<laughs> 楽屋でしたのよね。すみませんあれあれ。あれちょっと言い訳させてもらうと、<laughs> 沿道には、やっぱりあの、木村先輩のファンの方がうちを持って、はい、あの、いらっしゃったんですよね。うんうん、僕はその、木村さんのファンの方にも感謝の気持ちを あと、あの、書い、書いてあるよね。書いてある。うちわにね。うち、あの、これやって,てっていう。指さしてみたいな。指ハートやってとか、はい、5秒見つめてとか、はい、打ってとか、はい、いろんなのが、ああるんですよ。うちわに。で、こう、わーってある。まあ、その、要はメッセージとして、 届いてはいるんですけど。俺もすげえ。いや、難しいですよね。だってあの衣装を着てるわけですもんね。あの衣装着ちゃってるし、うんうん、皆のもの者、出身じゃーって出てるのに、はい、あーつって手振ったり、指ハったーとか。すいません。これちょっと、どうしようかな、どうしようかな、うわ、どうやって答えようかな。あそうだ、さっき俺センス持ってたじゃん。って思って、抜いて、<laughs> はい、そのセンスで、<laughs> まあ、その声援、あげ、 手を振ってくださってる人たちに、センスを指して、うん、あの、答え、答えて,すてみようかなっていうのをやったんですけど。僕、めっきりやってましたよ。指肌と。えーってやってましたね。やってたね。<laughs> ありがとうみたいなやってました。あれめっちゃ、だからもう、楽屋帰ってそれ見た時にめっちゃ笑って、<laughs> お前ヒデ何やってんだよとか言って、パって言おうと思ったら、<laughs> 多分相当ね、その信長祭りの、 騎馬ムシャ行列に精神を注ぎ込んだであろう伊藤秀明が、あのね、文化センターの俺らが楽屋にしてたスペースがあったんだけど、そこの長ソファーみたいなところに、子犬みたいに寝てましたね。その写真を撮ってくれて僕に送ってくれましたよ。<laughs> <laughs> 嬉しかったですけど。